どうも武藤、このまま自民党から立候補しそうだよね。で、楽しみ、レオザフトボールでーす。もう政治家みたいな喋り方じゃなかった、あれ。このまま優勝に向けてみたいな、ちょっと強い言葉ね、粉砕して。そうそうそう、なんか立ち上げるかもね、新しいフォワード党、ね、フォワード党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 で入荷するとフォワード党やるかもね。ね、ムトノミクスに期待しましょう、ね。今日はですね、はい、日本対ウズベキスタン戦がありまして、日本なんと2対1で、うん、勝利しました。やった。はい、なんとあの、まあ、突破決まってたんだけど、うん、1位通過。はい、でこれ1位通過になると、うん、いいのか悪いのかみたいな問題も出てきて、あら、まあ、それは最後に話すとしまして、はい、今日のスタメンはですね、まあ、こんな感じで、うん、はい、このボランチにね、塩谷が入るって感じで、ね、その塩谷が素晴らしいシュート決めたね。すごいね、活躍してたし、うん、この生配信のコメントも盛り上がってたね、うん、塩谷ええやんけって。そう、今日も獅子奮迅の活躍でさ、うんうん、あのカウンターも後ろからね、体張って止めたりとか、うん、ね、こう試合ね、本当はね、あの始まる前にこれやんなきゃいけないんだけど、うん、今気づきました。もっと、ね、散らばらせない、ね、散らばらせない小学生サッカーやってるもんねこれキーパーデブでしょ、そしたら小学生だから小学生だからいや、そうなんですよ。だから塩谷が素晴らしかったんですけれども、うん、なんかね、気になったところの話をしていきたいと思います。赤がウズベキスタンです。はい、ボール回すときにさ、うん、俺が気になったところね、こうボール回すじゃん、うんうん、こう2センターバックで回してるときにこうアンカーへのパスコースを切りながら、うん、こう出てくのよ。だからこう武藤出ていきます、うん、こっち行きます、パス、うん、じゃあ、北側出ていきます、うん、ってなると、こっち行くかキーパー戻すかでしょ、うんうんうん、なんかもうこっち行くときにさ、うん、伊藤がさ、ここのボール移動してる間に中押さえてるところからスプリントしてほしいんだけど、うん、こうね、うんうんうん、それがね、ちょっと遅くて、うん、ここがね、あの行ったらはめれるのにみたいなのが一つあったんだよ。そうなんだ、うん、だからこれ、前出ていった時とかにキーパー戻します、うん、ここでボーンってボール蹴った時に、うん、あの、あんまり言われないけど、俺いつも気になるのは、日本人ってこう弾き返す時のヘディングの精度悪くて、うんうん、今回も室谷あれだったけど、室谷はこの辺からね、そうそうそう、観客席にヘディングしたもんね。そうそうそう、だからそういうのあるから、ここのヘディング精度っていうのはどうしてもね、上手い人ってヘディング結構嫌いな文化あるじゃん、日本。だからこれはしょうがないのかなとか思いつつ、うんうん、結構この前からプレスかけるチームは、後ろのセンターバックがヘディングの空中戦の競り合いが強くて、精度も高いっていう、うんうん。しっかりクリアじゃなくて、ヘディングもつなげると。パスしてるみたいなのあるね。うん、でもそんな室谷はすごい良かったよ、今日。あのクロスのさ。特に後半に入ってさ、うん、攻め込まれる時間が増えてから、なんか良さが、あの室谷の運動量にかなり助けられたよ。あ、そう。日本の場合さ、こうウイングがこう中に入ってきてさ、うんうん、極端な話、こうやってこのスペース空くじゃん、うん、ここにこう右のウイング入ってきます、サイドバック出てきますみたいな。でこの位置だとさ、ボール失った瞬間さ、戻れないじゃん、うん、だけど、まあ海外の選手でいうとカルバハルとかレアルマドリードの、うん、高い位置にいてこっからのクロスすごいんだけど、うん、味方がボール失った瞬間、この戻りで奪い返すのめっちゃうまい。あ、ここで。そうそう、頑張る。これが今世界最高のサイドバック誰だって言ったら、右サイドバック、うん、カルバハル上げる人多いんだけど、その理由の一つだと思ってて、それを室谷が同じように高い位置まで行っちゃって奪われた時に頑張って奪うみたいな、へー、っていうシーンがあったのと、あとさっきのね、頑張って戻るじゃないんだね、そうそう、ここでもう奪い返すっていうのと、もう一つはあの守備でさ、こういう風に攻め込まれてた時に、うんうん、相手の、あのサイドバックがこう高い位置上がってさ、うん、相手のサイドが中入ってきます。サイドバックが高い位置取ります。だったら大体、うんうん、このウイングが戻ってさ、こう守備するじゃん。うんうん、この時に、うん、伊東純也がついていけない時があったの。はいはい、はい。行かれるみたいな。室谷ここ抑えながら外行ってこっちも抑えるみたいなシーンもあったから。へぇー。だからすごい、今日の室谷はいいアピールができたんじゃない？なるほど。そう。で、クロスでは、うん、あの、酒井宏樹がなかなかできないアシストっていうところでさ。確かにね。アシストも一緒し。そう、できるぞっていうところ。この辺でね、見事な時短のようなターンを見せて。そうそうそう。いや、だからあれさ、まあ、ちょっと危ないっちゃ危ないんだけど、でも室谷もさ、うん、ここでアピールしなきゃって思いがあったから、わざとボール晒して相手が飛び込んできたとこ逆ついてっていう、ね、そう。ただあれ高いレベルになるとあのプレー絶対多分できないと思うのよ。だってこう釣り出してます。でここでさ、個人技でサイドバックが突破してクロスなんて、うん、まあ見ないシーンだから。おってなると、まあ、あの時はサイドバックだったサイドバックだったかっていう話だけど、この間空くじゃん。ここはね、一人走ってほしいの。そうするとここ出せてってなるじゃん。だけども伊東純也は中で待ってたし、そこでもう一回走り直すみたいなことはできないから、うんうん、まあ、やろうと思えばやる選手もいるんだけどね、海外だと、うんうんうん、ってなると誰が上がってったって、あのシーンね、多分俺もう一回見返してないけど、塩谷だと思うのよ、中のボランチが、はあはあはあ、でも途中でさ、カウンタックやったシーンあったじゃん、日本。
どのシーン、まあ何回かあったでしょ、カウンターってシーン、うん、あれでさ、日本の問題ってボランチが上がりすぎててここスカスカ問題なの、うん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 、だからそのシーンとかだと乾が確か突っかけてって、うん、ここでワンツーやろうとして取られたシーンだと思うんだけど、 ね、うん、あの時佐々木上がってます、左サイドバックの、うん、で右室屋上がってますみたいなところで、うん、あの塩谷も高い位置いたからフィルターがすごい少ない状況になってたんだよね。わー、やばいじゃんこれ。そうで3人ぐらいになってて、それで、カウンター始まりますって時に青山がこの左の方に追い込まなきゃいけないんで追い込みきれなくて反対側疲れたから戻ってきた塩谷がファールしたみたいなのあったんだけど、あれはまあ青山もさ、もう年齢も年齢だし、うんうん、あの状況で対人でこっちを追い込んで奪うみたいな、そこまで求めるのもまあ酷っていうか、うん、ってなるとやっぱりこの辺でさ、何人を後ろに残すかみたいな約束ごと、うん、これ前の試合も言ってたところなんだよね。だからでも森保さんって現役時代ボランチでバランサーでそんなことを考えるポジションの人だったのよ、うん、でも分かってないわけないじゃん。そうね。だから俺そのまあいいのか悪いのか分かんないけど、自由さっていうか、そこは選手に責任を持って自分で判断しろっていう方針なのかなみたいな。なるほどね。トーナメントになったらさ、トーナメント勝ち上がってきた国って強いってことでしょ。だからカウンターの切れ味があるから、うん、こういう状況になると今まで止めれてたところが止めれなくてゴール決められるっていうのはあると思う。森保さん分かってるんじゃない、自分が。本当分かってる。だから、うん、分かんねえとは思ってないんだよそういうことね。もしや自己パターン。そうそうそう、うん、いやもちろん分かってるよねみたいな、ね、あれでしょ、昔ファルカンがさ日本代表の監督だった時に、うん、あのコーナーキックで誰も思ったとこボール蹴れなくて、なんで蹴れないんだこうやるんだっつって、うん、いやだから狙った人のところにボール蹴れってっていうことがあったって。そのパターン、そのパターン、ありバランスが取れないみたいなバランスって教えることっすかみたいなかもしんないよ。それあるかもしれないね、確かに。だからそのカウンターのリスク管理っていうのは、うんうん、俺ずっと気になってたんだよね。うーん、あとは、はい、3バックっていうところがちょっと両チームのキーワードにあって、うん、お、本当に両チーム4バックなんじゃないの。そうなんだよ、両チーム4バックなんだけど、うん、初期配置こうだとするでしょ、442で、うんうん、初期配置こうだとして、このさボール持ってるところに1人降りてくるでしょ、塩谷とか、うんうんうん、でこうなった時にさ、相手が、まあ、ワントップで結構引いてたの、最初はガーッて来てたんだけど、うん、誰も自分が追った後後ろから来てくれないから、うん、なのか途中から戦術修正したのか、まあ、クーペルってもともとカウンターの監督だし、うん、ってなるとこういう風にさ引いて守るってなるとセンターバック持ち運べんの、うんうんうん、でこれ持ち運ぶのになんで重要かっていうと、持ち運びます、その後サイドバック高い位置とかでしょ、うんうん、だからこう行くでしょ、うんうん、ってなるとこのサイドバックにさパス通されるとさ、うん、ピンチないじゃん、いつも言うこの状況になるじゃん、うん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 、だからサイドバックにパス通されたくないからこの選手は開くの、うん、そうするとこういうところで乾が受け入れて前向けるみたいな、うん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 、ただここでねセンターバックのねこの持ち上がりっていうところがかなりねビビっちゃってるっていうか、うん、なんならこのなんていうの、逆サイドに持ってってセンターバックが持ち上がるスペースはあるはずなのに、うん、ここで無理にこっち側で攻めようとしちゃって詰まるみたいなのがあったから、うんうんうん、でこれなんで大事かっていうと、この状況にするとさ、両サイドバックが高い人じゃん、はあ、で両サイド高い人ってのウイングがそのままだと邪魔でしょ、うん、だからウイングがよく中に入るのよ、はいはいはい、森保さん。その後ここ密集するじゃん、うん、だからここでさ、まあ例えばこう持ち上がってパスこう入りましたと、うん、コンビネーションした時とかに、うん、これが開いてると相手に取られた瞬間こう持ってかれるじゃん、うんうん、だけどこの状況すると中入ってるから相手に奪われてもそこからまたすぐディフェンスできるのこうやって、わかりやすいでしょこれ、うんうん、だから攻撃をちゃんと後ろから丁寧に組み立てることって、ほうほう、守備に切り替わった時にきちんと人数がいるってことになる。へえ、そうなんだけど、ここが攻撃の組み立てが早く行こうとしすぎて雑になるから、うん、その分間がこう間延びしてて広がっちゃってて使われるみたいなのもあるよね。へえ、だから柴崎とかの方がこういうの青山とかうまかった。青山は逆に早く入れすぎたりとかあるんだけど、うんうん、青山だけの問題じゃなくて今回はディフェンスラインに降りたところから、うんうん、じゃあこの3人いる中でワントップで相手はディフェンスしてます、うん、じゃあどっちかから行けばいいよねっていうので相手がいない方から行くっていうすごい単純なことができてない、まあね、分かりやすいミスしてたさ、うんうん、その今回の三浦だったり、うん、乾とかをまあ結構なんだよ、攻めるって言うとあれだけど指摘する風潮はあると思うけど、うん、まあそれはみんな見てるものだから置いといて、うん、なんでそれが起こったのかっていうのと、うんうん、どうすれば、当然ね足でやってるスポーツだからパス出して相手に取られるなんてあるじゃん、うん、だから取られた時にどうするかっていうので、うん、取り返せる配置を作りましょうっていう、っていうのがここを運べないから3バックの時のボールの運び方だから 前の試合もそうなんだ。吉田がちょっとね
早めにパス出しすぎて相手が引きつけきれてないみたいな、うんうんうん、もうちょっと引きつけてあげたらサイドバックがフリーになって高い位置でいけるみたいなのもあったりするが、これはねディフェンスの選手ってやっぱ失っちゃダメじゃん、うんうん、現に失ったら三浦みたいに言われちゃうから確かにってなるとそこのバランス厳しいんだけど、でもそれでもチャレンジしないと引いてる相手は崩せないから、うんうんうん、この辺がハイリスクハイリターンなところなのかなっていう。はあ、なるほどね。だから逆にウズベキスタンの方もさ、うん、同じように今日本がやってたの同じようにできてなかった。だから最後攻められまくったでしょ、うんうん、ウズベキスタンサイドチェンジのパスはするんだけど、うん、ウズベキスタンがまあこう青を今度ウズベキスタンと思ってもうあの配置変えるのめんどくせえからなんかこの時にビシッとこの間にパスを入れてっていうよりもサイドサイドで行ったりとか、うん、この間でボールを受けた方がいい選手が下がってきすぎちゃってこの辺で受けるからあんま意味ないとか、おーおーあとやっぱここカットだ、あとはここで受けようとする選手に佐々木がびったりついてるとか、うんうん、だから今回結構攻められる時間多かったし、うん、そういうところで佐々木のオーバーラップのちょっと頻度が少ないみたいなとかなかったけど、うん、あと指摘するとしたらあの乾のとこかな、攻撃に切り替わって中でボール持ってる選手いるのに深いスペース使わないみたいな、うん、でこれも一応あの乾のプレー的にはね、うん、みんな見たと思うけど内側に入ってってシュートが得意じゃん、ベルギーからも点取ったみたいな、うんうん、ただそれはもう相手も対策してるから、うん、犬は中に入らせんなってなると相手くんのが外のスペースになるから、うん、犬スピードあるサイドアタッカーじゃないんだよ、うん、相手の逆を突き続けるみたいな感じだから。でも今日はシンプルに調子が悪かったみたいな、シンプルに調子悪かった、コメントでもねどうしたんだみたいな、そうだからいい場所にいたりするけどその時にはボール来なかったり、うん、悪い場所の時に渡されて単純に調子悪いからキープできなかったりとか、うん、ちょっと見てて辛かったけど、うん、でも俺はね、このセンターバックとか、うん、キーパーの位置からの、うん、このサイドへの大きいパスが、うん、ことごとく失敗してたような印象があるのね。下手すりゃもう蹴ったら、うん、もうライン割っちゃうみたいな。そうそう。だから失点のところもそうなんだよ。あれ失点のところって、うん、あれ見返してもらうと、乾のさ、裏を取って、うん、人がパスを、出す瞬間に佐々木が上がってて、その裏のスペースカバーして牧野出てるってところの裏つかれたみたいな、だから乾と青山の裏をつかれた挙句最終的にあそこまでなってんだけど、うん、あのスローイン始まったの何ですかっていうと間に落ちた塩谷からのサイドチェンジっていうか、うん、長いパスなんだけど、あれもサイドチェンジする必要結構ないんだよね、見返すと。あ、そう、横に渡して運べるところなの。あ、これサイドチェンジってなんで有効かっていうと、うん、寄ってるからなんだよ相手が、相手が寄ってるからこう寄ってるからこっちにスペースができてあれなのに、寄り切ってない時に出しちゃうとその分味方フリーになってないから、より精度が求められるからちょっとね近いと取られるじゃん、で寄り切ってると多少前でバウンドしてもいけるじゃんみたいなので、ちょっとサッカーのなんていうのかな、こうこうなったらこうなるみたいなところを突き詰めてないから、あ、もう難しいプレーになっちゃってるっていう。なるほどね。俺でもあれかと思ったんだよね、あまりにこうミスるから、うん、中東の幅かなって、中東の笛みたいに言われる。中東の幅。中東の幅に、極東の足が苦しめられてる。でも苦しんでない選手もいたからね。室谷なんかさ。あ、うん、今回ウズベキスタンがこういう風にさ、4-1-2-3で守ってんだけど、うん、日本がさ、3バック化するんだったらさ、そのまま3トップではめたらいい話なんだよ、これって。相手が。そうそう。だけどそういうアグレッシブな守備をしてこなかったの、こういう。ほう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 。今回足元うまいけど、シュミット・ダニエルからのパスとかなかったじゃん。確かに。うん、このシュミット・ダニエルの良さっていうのを、うん、あの、最後のね、あのビッグセーブは良かったけど、うん。ここの幅は多分変わってないもんね。そうだね。中東だけど。うん、中東の奥行きにはなってない、ね。なってないでしょ。うん、極東の奥行きと一緒なわけだから、一緒なはずだからね、うん、ウズベキスタンがフォワード2枚の連動みたいな、今回、うん、あの北側が一応行ったスペースのところを手前入ってきて武藤がヘディング叩き込んだじゃん、うんうん、あのツートップの連携みたいなのがなくて、日本がさ、すごい中盤の隙間開くのよ。だってもう、うんうん、青山どんだけ走らせんのよ。青山大変そうだった。青山大変そうなのにさ、うん、ボランチでさ、いろんな人のサポートを受けながらここ埋めてんのにさ、うん、最終的にあんまサポート受けない、ここに行っちゃってここやらされるからさ、ヘロヘロになっちゃうみたいな。最後ワントップになりそうだったもんね。ワントップか青山ってなってたけど。なってたけど。そうそう。だから、この前が制限かけれないから揺さぶられまくるけど、揺さぶった末にくさびのパスっていうところでこのあのサウジの選手が降りてくるところがまあなかったり悪かったりとかするから、揺さぶるだけで中のブロック使ってこなかったから、だからこれカタールとかイランとかだと使ってくるからね。おー、そうそうそう。カタールってエメルソンってまだいんの？いやー、どうだろう、エメルソンいんのかな。裏の、あ、帰化したんだっけ。帰化したでしょ、確かカタールに。お金で帰化した気がする。そうそうそう。いや、もういないでしょ。もういない、うん、もういないか。カタールでも煽ってたらね。次がですね、カタールかサウジか。このどちらかの2位の方と対決なの。2位ね。うん。次が1月21日の20時なんで、皆さんお楽しみにっていう感じ。なるほど。はい。で、まあこれは2人でまた配信しますと。おで、これ、まあこれによってね、イランと同組に。
になりまして、はい、イランがちょっと優勝候補みたいに言われてるから。あ、そうなんだ、今。ダエイはもう。ダエイはもういない。アジジもいないでしょ。めっちゃ詳しいんだよな、昔だけ。あの、なんか、骨折したふりしてさ、うん、そう準決勝前に。そうだ、あの、車椅子で来たのに、実は出られたみたいな。出られた。うん。ね、だからそれ使えばいいのね、日本も。そうね。ね、柴崎、堂安、南野、大迫、全員車椅子入ってきて。今日ね。今日全員車椅子。車椅子入ってきて、全員スッて立ってくれた。管だらけで入ってくれ。大丈夫かみたいなね。松木さんふざけてるっていうコメントあったじゃん、生配信中に、うん、さっきさ、あの、うん、聞いたらさ、うん、あの、あ、監督もスタミナありますねって言ってたね。ね、あの、すごい前でずっとこうやってやってるからね。それだったんだね、うん、俺らの予想だとね、うん、もう松木さんがブル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 ってやってるんだったから。やってるかと思った、ね、やってるかと思った。いいコメントだよね、でもね。そうそう、監督もスタミナある、ね、そうそう、基本的にね、うんうん、やっぱサイドの選手が幅を取った場合にはハーフスペースが空いてくるので、うん、そこを上がっていく選手でブル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 っていう風に言ってくれると思ったら、そういう話はしてなかった。そういう話はなかった、うん、そうそう、なかったなかったということで、うん、なんでこれからもね、はい、松木さんと、はい、レオザフットボールと、はい、バートフミヤと一緒にですね、はい、代表戦を楽しんでいただけたらと思います。バイ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 。